あるアプリが破綻しましたとタイトルをつけましたが、本日2023年7月4日の段階では私の予想とさせていただきます。私はそうであろうと個人的に思ってます。ですが、正式発表またはアプリが突然消えてしまってからではライバー様の対応が遅くなって、頑張ってやっと応援されてきたリスナー様とうまく連絡が取れない、全てを失ってしまう前にこの動画にて対応方法を伝えておきます。そしてこの動画はその運営アプリを責めたり愚痴を言うことが目的でアップしているわけではありません。アプリ運営をしているとどうしても最後は残念ですが、そのようなことはあると思います。アプリ名や会社名、アプリのヒントをお話しするつもりはありません。正式発表されているわけではないので、今後もアプリの正常な運営を私は願っています。この石井さんの稼げる YouTube チャンネルは、配信ライバー様がたくさん稼げるように役に立つことが目的で配信しています。今後もあり得るであろう、ある日突然の配信アプリの終了のお知らせ、それは人が死ぬ時と同じで突然発表される時があります。その時配信ライバー様本人とリスナー様は大パニックになります。また配信アプリが発表もなく、ある日突然そのアプリが開けない可能性もあります。そこでこの動画は、配信ライバー様は事前にどのような準備必要なのか、この動画で発信していきたいと思います。私の配信しているアプリは大手だし、儲かってるから大丈夫だもん、もっと持ってるライバー様にも、人は必ず死ぬように、あなた配信アプリもいつ突然なくなってしまうか他人事ではなく、全ての配信ライバー様に最後まで見てほしい動画となります。大切な動画になりますので、今回は楽しい音楽や石井さんの楽しいお話はないかもしれません。あるかもしれません私も含め当社スタッフはいつも配信しているライバー様を見て応援しています。どう改善したらさらに人気になるか常にライバー様と考えています。今回その配信アプリで頑張ってきたライバーさんのことを思うと、思わず泣いてしまうかもしれません。 どうぞお葬式に来たと思ってこの動画をご覧ください。まずは今回破綻しているであろう予想の流れや当事務所の対応を簡単に説明します。ここでは配信アプリとの事務所の契約の都合、詳しい内容は抜粋させていただきます。また事実と私の思いだけを伝えさせていただきます。配信アプリのライバー報酬は通常翌月の15日、曜日の都合と余裕を持ってライバーさんにはなるべく25日まで振り込みをしていました。それが5ヶ月ぐらい前からその入金は20日から28日頃と結構切羽詰まった日程となってきました。そして2ヶ月前にはとうとう月末には入金は間に合いませんでした。先月に至っては翌月15日頃の入金でした。当初の契約より30日間入金が遅れてます。今月本日7月4日の現在、入金予定は未定と配信アプリ側より返答です。ライバー事務所の運営は最悪月末までに入金もらって、その入金を月末までにライバーさんに責任を持って振り込みをしなければなりません。月末までに入金がない場合は、ライバー様にも入金を待ってもらうしかありません。今回当事務所では所属ライバー様との信頼関係を失いたくないライバー様に不安や、私自身もライバーなのでわかるのですが、モチベーションを下げたくないと思って何も伝えずに月末まで事務所運転資金の中から先にライバー様に補修を振り込みしました。例えば所属ライバーさん全てで2000万円売り上げがありますと、2000万円の運転資金がないと先に支払うことができません。運営アプリも企業ですので、そのことは十分知っていることだと思います。数万円の売り上げではないので、入金が1ヶ月以上遅れることは、この事業は物やサービスを提供している仕事ではないので、人間であるライバー様が商品です。大切な配信ライバーの心の不安を与える、他アプリに移動するライバーを辞めるきっかけになります。
どのような理由があっても報酬を遅れることは十分できないことを知ってる事業だと思います。そしてこちら YouTube 動画ではお話しできませんが、他理由になる大きな情報もいくつも入ってきました。そのようになるとは個人的には予想していますが、このまま入金がない場合、最悪の事務所運営のお金の流れ計算を皆様に伝えたいと思います。本日は7月4日です。5月の入金がただいまありません。今は7月、6月の配信、5月の配信、もう2ヶ月前のライバー様の報酬と事務所の手数料が今のところ入ってきてません。ここまではいいですかね。当事務所では5月分のライバー報酬様は先に責任を持って先月6月末に振り込みをしました。入金はないですよ、私の方に。ね、今後6月分のライバー報酬の入金も当てになりません。昨日7月3日分までの7月分のライバー報酬も入金されないことでしょう。このまま所属ライバー様、ライバー事務所としての判断を早くしないと、ライバー様とは雇用ではなくて委託業務契約となりますので、通常ライバー報酬は払えません。2000万円売り上げがあったと加担します。そうすると2ヶ月半の報酬で約5000万円の入金が入ってきません。5000万円ね、1ヶ月分ではなくて、こうやって止まると2ヶ月半近く入金がないですよ。なので契約書にも記載して了承していますが、配信ライバー様に全ての報酬を支払うすることはできないですよね。これはライバー事務所が悪いわけではありません。もし同じトラブルに遭われるライバー様がいましたら、このような理由ですのでご理解いただけたらと思います。ライバー事務所は利益がないと、その自分の会社の利益がないと、それも回ってるお金なんですよ。それなのに自分とこの利益ももらえない、ライバーさんの報酬ももらえない、しかも2ヶ月半、これめっちゃくちゃ厳しいです。現段階では何事もなく配信アプリは運営されています。リスナー様も何も変わらず楽しんで推しのライバーさんを応援しています。このまま配信を続けていきますと、所属ライバー様とライバー事務所の負担が大きくなります。昨日2023年7月3日夕方の段階で、当事務所は所属ライバー様に配信の突然の配信中止を伝えました。自分自身もライバーをしているので分かるのですが、2ヶ月以上頑張ってきた報酬がもらえないは、今後のライバー人生もダメになってしまうことでしょう。私は当事務所ライバー様はみんな大好きで、今後もたくさん人気になるように応援していきたいです。株式会社 G クイーンの経営理念は、頑張るあなたを全面サポート、あなたの幸せは私の喜び、こちらを理念にやってますんで、こちらの理念に従って行動してたら間違いがありません。会社は利益追求を優先ではなく、経営理念を目指していたら自然と利益は出てくると私は信じてやってます。今回ライバー事務所株式会社従業員の対応としまして、ライバー契約の延期は条件として約束していただきましたが、2ヶ月分以上のライバー報酬は全て当社にて負担しています。また負担します。今回はたまたま事務所の運転資金内で対応できましたが、次回は契約通りになるか分かりません。今回配信アプリ破綻によって、規約通りにライバー様に報酬を渡したくても渡せないライバー事務所もあると思います。普通はそうだと私も思いますし、今回トラブルに巻き込まれたライバー様もご理解いただけたらと思ってます。きっと全てのライバー事務所も払いたいと努力してると思います。今回コメントにて詳しい質問とこちら YouTube 等では返答しませんが、当社の今の事実の現状を簡単に説明しました。ライバー事務所 G クイーンは今回は大きな資金放出となり、今後もその分を挽回するために自分自身のライブ配信にて利益を出してもいかないといけません。石井さんのファンの皆様の協力と応援が必要ですし、今後とも応援お願いいたします。お願いいたしますね。動画が長くなってしまいましたし、ライバー募集の宣伝をする今日は元気がないので、ここはやめておきます。石井さんの事務所に入りたいと思っていただけましたら、ぜひ下の概要欄ホームページにてご覧ください。
ここからが本題です。配信ライバー様は事前にどのような準備が必要なのか、その動画はこの後第6話後編にて説明したいと思います。長くなっちゃったからね後半の動画に概要欄にも貼り付けておきますので、あ、下の概要欄に後半の動画の URL も貼り付けておきますので、必ずチェックして、今後事前に、本当はね、事前にライバー様が準備しておくこと、他の事務所でも多分言ってないと思うことやっていきたいと思います。動画をアップしますので、概要欄にて後編 URL クリック動画ご覧ください。じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。元気出るかな。次の動画で待ってます。またね。後半いきます。YouTuber から配信ライバーの時代、提携配信アプリは多数、あなたに合ったアプリを選べるよ。飼育員はマニュアルを投げるだけじゃない、繋がらない、既読にならないなんてことがない、困ったらすぐ電話サポート、スタッフ全員が現役ライバー、ホームページ LINE より応募お待ちしてます。好きライバーになるなら飼育員、あなたの人生変わるかも。